皆様こんばんは。こんばんは。令和3年1月29日金曜日、日本文化チャンネルさくら沖縄の声のお時間です。当番組は2000人委員会、友の会、共産広告広告主、総 TV をご覧いただいている皆様のご支援でお送りいたします。はい、キャスターの恵美龍之介と申します。同じく野原美奈恵です。はい、めぐみ先生、本日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう1月もこれで終わりですね。はい、今日は尖閣石垣特集という形でお送りいたしたいと思います。はい、よろしくお願いします。本日のテーマを申し上げます。はい、日本の主権はどこへ行ったというタイトルでお送りいたします。1. 主権なき国家、これでいいのか。 2. 中国、バイデン新政権を揺さぶる。 3. 尖閣神社を知っていますか。 4. 尖閣海域創業漁民支援を。以上4つの項目でお送りいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、それではですね、冒頭で本日はビデオをご覧いただきたいと思います。尖閣沖での危機迫る、映像をお見せ、皆様にご覧いただきたいと思います。それに引き続きまして、そのビデオの中には石垣市、石垣市長、中山市長、それから、失礼しました、漁船の船長のインタビューも、お送りしたいと思いますので、まずはビデオをご覧いただきます。どうぞ。皆様こんにちは。今日は、尖閣開拓記念の日10周年です。10周年でですね、私は石垣市役所に今来ております。でこれから石垣市長と、この尖閣問題についてご意見を賜るためにですね、今市長室におります。で市長は非常にこの精力的に尖閣防衛および石垣の振興開発に向けてですね、頑張っておられる方ですので、今日は率直なご意見をですね、賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。本日はね、尖閣開拓記念の日10周年という節目にあたります。で項目が今4項目ありまして、項目1ではですね、尖閣諸島開拓記念の日10周年という節目にあることと、項目2、米国大統領選挙に見るように国際情勢が極めて流動的になってきております。で3ですね、2019年9月7日に発生した中国漁船による海上保安庁巡視船体当たり事件直後のように、万一の時には混乱をきたさないように最大限万全の備えをしておく必要があると私どもは見ております。で以上の視点に立って市長のご意見を賜りたいと思ってですね、本日はこちらに参りました。私はキャスターの恵美龍之介と申します。でアシスタントの野原美奈恵と申します。よろしくお願いします。で細部項目にいきますね。この尖閣開拓記念の日というのは明治28年の1月14日日本政府によって日本領土の編入を閣議決定した 日なんですね。これが尖閣諸島の我が国領有権を主張する根本的な資料、歴史的な事象ですね。で石垣市議会では2011年の1月14日に第1回目の記念式典を開催されたということですね。で今回は運悪く新型コロナウイルスの感染拡大で一般参加者は受け付けないという事態になってますけど、こういう時期だからこそですね、我々はもっと全国に向けてアピールすべき時に来ていると思うんですね。で それで市長のご意見を賜ってですね、この危機をどう乗り越えていくか、それをちょっと企画していきたいと思っております。今日1月14日尖閣諸島の開拓の日ということになっておりますが、10年前に制定させていただいて、で、
今回11回目の開催という形になりますが、実はまあこれきっかけは、先ほど先生がおっしゃったように、中国漁船の人船への衝突事件以来のことでございまして、まあ、その時国民世論の中ではですね、その衝突したビデオが流出したりとかするなどして、だいぶ尖閣諸島に注目が集まったんですが、それ以降やはり報道等が減ってくると国民の意識の中からですね、どんどん忘れ去られていくような状況にありました。まあ、私はそれが一番危険な状況じゃないかなというふうに思っていますし、まあ、中国側がさまざまな圧力でですね、尖閣諸島の周辺の行動もエスカレートしてきています。まあ、私たちが尖閣諸島開拓の日を定めて、いろんな活動をさせていただいておりますけれども、10年前から比べるとやはり尖閣諸島を取り巻く環境というのは日に日に厳しくなってきているというふうに感じております。まあ、今回11回目の式典という形になります。まあ、コロナで観客もしくは参加する皆さんを絞ってのですね、形になりましたけれども、この尖閣諸島を守るという思いはやはり国民皆さんに持っていただきたいというふうに思いますので、これからもしっかりと取り組まさせていただきたいと思いますので、皆様のご協力をよろしくお願いします。私はね、尖閣を守るということはこの西太平洋の安全保障を確保するという意味で極めて大きなファクターになると思うんですね。で、国民大衆の中には尖閣ということに対してあまり重要視していない方々もおられるものですから、万が一尖閣を出艦した場合にはどういったデメリットがあるかということはですね、またおいおいテレビ等で解説していきたいと思っております。それでですね、このマンネリ化を防ぐために我々がまたいろいろご提案申し上げたいと思ってるんですね。一つには昨年市長が開始されましたふるさと納税、結構全国からオファーがあるようなんですけど、これによって尖閣産商品の開発をですね、促進されてはどうでしょうかと思ってるんですね。尖閣マグロとかですね、まあ、非常においしいということをよく聞きますけど、はい、尖閣諸島周辺が豊かな漁場であるというのは、これは皆さんご存知のことだと思います。で、また周辺には、本マグロ、マグロ等が取れるような漁場もありますので、まあ、その海域で取れた魚については尖閣ブランドをつけてですね、流通させるというのはとても素晴らしい、案だというふうに思っています。まあ、実は私どもとしてもですね、八重山漁協さんと連携して、尖閣マグロという商標の方はすでに登録をさせていただいておりますので、はい、まあ、今後安定して向こうの海域で漁ができればですね、はい、尖閣マグロというブランドがついたマグロ、そしてまたそれ以外の魚もですね、尖閣のブランドをつけて、はい、大都市圏も含めて流通できるのかなというふうに思ってますが、はい、まずは今その周辺で安定した量ができない状況にありますので、なかなか商品となる魚がですね、安定供給できないのが現状ですね。はい、南太平洋の諸国においてはですね、中国漁船が不法侵入してきたりすると威嚇射撃してますよね。これはもう憲法で各国の公船権は認められてますから、威嚇射撃して打捕してその漁船を今度は海没処分までするぐらいの強い意志を持ってやってますけどね、我が国はいかんせんちょっと弱い立場な、弱い意見しか吐けないもんですから、ぜひこの日本のあるべき姿を石垣市の中山市長様から全国に呼びかけて日本を変えてほしいなと思いますね。まあ、南の端っこのですね、小さな島ですけども、この小さな島を奪われてしまうと日本全体がもうガタガタになってしまうということをぜひご理解いただきたいと思いますし、まあ、そのためにも小さな島だろうがどこだろうが、まあ、北方領土も竹島も含めてですが、自分たちの国の領土を奪われるということは決して許してはいけないというふうに思います。これは国民の皆さん一人一人を守るためのことにつながりますので、ぜひそこはみんなで考えて、みんなで声を出して、みんなで守っていきたいなと思っています。今日は本当にお忙しいところわざわざお時間いただきましてありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあまた今後ともよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。しっかりに南の日本の南端をですね、防衛していただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、
最後に一言だけお願いします。はい、はい、めぐみ先生がいろいろと日頃からですね、白金のことに対してもご提言等をいただいておりまして、また沖縄のそしてまた日本の歴史を紐解いてですね、国民の皆さんに正しい歴史を伝えていくという作業をしていただいてますので、ぜひこれからもご活躍期待していますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。皆様こんばんは。キャスターの恵美龍之介と申します。本日は与那国漁協所属瑞宝丸船長の金城和志様においでいただきまして、現地 の尖閣諸島方面のですね、厳しい状況を直にお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。金城船長は非常に勇気を持ってですね、あの海域に漁をされているなと私は非常に感謝し、あるいはまた尊敬申し上げております。でこれまでに金城船長いろんな体験をされたと思うんですけど、一番ヒヤッとしたことはどんなことがありましたですか？島に寄せないという、島に近づくのを妨げようとするのが前よりもひどいですね。これは中国航船の。そうです。おで、あと前はね、もう5回に1回ぐらい、大正島だったらもう10回に1回ぐらいしか発見できんかったもん。もう最近ほぼ行くたんびに捕まってますね。だからほらニュースでも、ね、よく取り上げられてるじゃないですか、はいはい、大正島近辺で、日本船を立てもつい2、3日前にも。そうですね、年明けて2回ぐらいある。あれ私じゃないんですけど、はい、別 の, 漁船なんですけど、彼らも繁盛に行ってるんですよ、行ってたんですよ、大正島の方は、はい、大正島ですね、今までと変わらずね、はい、ただ今まではこの中国航船に発見される率が少なかったんですよね、はい、でほとんど大正島の方は今まで実は来てなかったんですよ、本当にいつ行ってもほとんどもう見つからない状態でね、はいはい、で私が上釣りに行って、それから大正島でまた向かって大正島で漁をするもんだから、はい、それからかなと思ってるんですよね、この大正島のこれ警戒が厳しくなったっていうのは。でそれで年末を年明けに私は行ってないんですけど、別の船が行って発見されて、メディアに出てるっていうのが現実ですね。ああそうですか、はいはい。で主な収穫魚は どういう種類のものが取れる？沖縄ではアカマチって言いますね。アカマチ結構高級、はい、高級魚ですよね、はい、でこれはと平均的には戦争にはもういっぱいになります。戦争がね約2トン入るんですけど、はい、まあ最低で1トンあげないと経費取れないですね。ああなるほどですね、うん、1トンぐらいはいつも、はい。乗組員は3名でしたんですよね。そうです、私入れて3名です。船長も入れてですね、はいはい、しかし本当にご苦労なことですね。いやいや結果的には日本の領海を守っていることになりますからね。いや私はだからそういう気持ちでやってるわけじゃないですよ、ただね、僕らが昔からやってるポイントだから、はいはい、それを常に今後とも当たり前のように維持していくだけで。そうですね、はい、それでかつてはお父様の頃から漁業されてるんですね。そうです、はい、もう八重山の漁師、もう沖縄全部ですよ、全部行ってましたよ昔はね。その時は別に10年ぐらい前までは何の問題もなかったですよね。全くなかったです。で船長は5月7月10月と尖閣に行かれて、はい、その時にいろいろ追尾されたり邪魔されたりしてますですね、はいはい、その妨害行為がだんだん費用ごとにエスカレートしていってますですよね、はいはいはい、一番ひどかったのが7月かな。7月ですか、うん、7月がねこういう画像がある、うん、これに流した方がいいかな。これ最初、この画像を流した方がいいですね。見えます？これが魚釣島で、で最初反対向いてたんです。これ中国船なんです。これ中国船なんですよね。これ7月ですね。これ7月ですね。まあ、うん、で。うん、
最近はで手加減なしの状態になってきてるという情報も聞くんですけど、いやそれはねどうなんですかね、まだ私はもう私あんまり気にしないようにしてるんですよ、実は。あ、そうですよね。もういないもんだと思って自分の仕事がもう精一杯のもんですから。あ、そうですね、はい、ただもうあんまり中国戦も解放もあんまり気にしないようにそうです、ね、してます。あんまり気にしてたら業業そうそう仕事できないですよ、ね、もう集中できないから、うん、もう空気のようにもうただいればかわし流れんもんかなと思って、うん、そういう気持ちでしかやらないとね、はいはい、相手があんまり脅威だと思ったら仕事でならないなと。お気持ちはよくわかりますよ、はいはい、あとは与那国漁業で尖閣の漁に出ていってるのはもう船長、金城船長だけになりましたね。今のところそうです ね、うん、ね今のところみんな行かないですね。で我々が今心配してるのはですね、まあ、我々というと海上自衛隊 OB が心配してるのはですね、はい、海警法っていうのがあって、はい、それに基づいて彼らはこのいろんなデタラメな行動をしているんですけど、はい、今回それの脅威がアップしてきてですね、はい、威嚇射撃とか撃沈もあり得るというような法律に変えてると聞いたもんですからね、はい、これはまた一つの脅しかなと思いまして。あ、いや全く私はビビることもなく今までと同じようにやりますんで、はい、そこら辺はもう仕方ないと思ってますんで、仕方ないって言ったらあれですけど、海っていうのはもともとね本当に危険の場所だから。そうですね、はい、もう毎日が命がけでやってますんで、はい、全然こういう相手が変わったから私も変われっていうことは絶対ないんですんで、うん、今まで通りやりたいと思います。はい、はい、日本国民の皆さんにこれあと訴えたいことは特にありますか？いや特にないです。私は自分の仕事を全うするだけで、うん、はい、私一人のあれで迷惑かけるかなと思う時もあるんですけど、はい、そういうことは気にしないで、うん、自分の仕事を全うしていこうかなと。あんまりあれこれ考えると、ね、何もできなくなってしまうので、そうですそうです、はい、普通に今まで通り頑張りますので、はいはい、それだけです、はいはい、じゃあ今後ともまたよろしくお願いします。いえいえ、とんでもないです。今日は大変貴重なお話を賜りまして、ありがとうございました。ありがとうございます。皆様いかがでしたでしょうか？めぐみ先生いかがですか？はい、石垣を、ね、取材されて、はい、いや非常に、ね、脅威を感じ、はい、尖閣のみならず石垣方面においてもですね、はい、中国の脅威を認識し始めているんですね、はい、でその前にねちょっと解説を加えておきたいと思うのはですね、はい、漁船の船長さんが発言しておりました。魚釣島で漁をして、そして大正島に移動、自分はよく移動するんだけど、従来は大正島に移動した時点においてはもう中国公船は一切介入してこなくなっていたんだけども、今は大正島に移ってももう徹底的に監視してくると、全ての尖閣諸島を形成するこの小さい島嶼に至るまでですね、もう徹底的に中国公船が介入してきて阻止しようとするということを言われていたんですけども、この相対的な位置を皆さんご理解いただけますか？大鶴島の 東側ですね、これが大正島です。ここもよく魚が取れるらしくてですね、漁師の皆様は尖閣大鶴島近辺で漁をして、そして大正島に移動するらしいんですね。そういう行動を一切認めないというのが中国公船の最近の行動パターンです。はい、はい、以上です。はい、では あとは本題に行きますね、はい、主権なき国家、これでいいのか。離島の皆様はですね、我が国の防衛体制に対して具体性がないと非常に不安な思いをするようになってきております、はい、今回の取材においてそれを非常に痛感いたしました、はい、でいよいよですね、中国政府は海底海警法を2月1日から施行します。東シナ海や南シナ海に力による進出を図る中国政府にとって海警をですね、警察組織から準軍事組織に格上げして武力の発動を正式に体系化したんですね、うん、これが2月1日からなんですよ、はい、で実は日本の海上保安庁も有事というと防衛出動が加齢された時には海上自衛隊の指揮下に入って活動できることが規定されているんですけどもね、はい、肝心の海上自衛隊自体が正当防衛以外は武力の使用を厳しく禁じられているんですよ。うん、
で尖閣 沖における力の均衡が今維持するのが非常に困難になってきてるんですね、はい、で尖閣我が国領海に侵入した中国公船は海上保安庁巡視船や日本漁船に対して武力行使が可能となったわけですよ、今回の海警法改正によってです、海警法改正によってですね、はい、でそれに対して我が国は中国政府に対して一切抗議しないでしょ、はい、昨日フィリピン外務省はこの海警法の制定に関して中国政府へ強く抗議してます、はい、我が国はね主体が見えてこない、中国政府に一切意見しないばかりがね、はい、フィリピン政府とは対照的にアメリカに対してもし尖閣有事が発生したときには日米安保条約第5条の適用を何度も何度も確認してるんですね、うん、これが主権国家の姿ですか、はい、ね、GDP 世界第3位の経済大国がこのような他力本願で本当にいいのかと僕は思うんですね、はい、でシナ人と付き合った方は数少ないと思うんですけど、私が今まで付き合った段階で感じるのはですね、相手に善意がないという見抜くとね、いくらでも圧力をかけてくるんですよ、この民族はね、はい、で海底は謙虚につつましくしてるとね、相手の挑発を誘致することになってしまうんですね、はい、こういうのを総理は分かってるんでしょうか。また中国は昨日のバイデン菅、電話会談を受けて、中国の副報道官の張立憲氏でしたっけ、うん、がこのように発言されてましたね。中国は我が国の領土、日本がいつも言っているセリフですけれども、うん、そういうふうに報道官がおっしゃってましたね。もう本当に許せないことです。そうですね、はい、そしてね、はい、この今日は本日は尖閣に加えてですね、国境最前線の石垣レポートも紹介したいと思っております、はい、八重山防衛協会会長の八重山防衛協会会長三木岩氏以下 7人のメンバーがですね、はい、昨年の令和2年10月20日に防衛省を訪問して八重山県域への海上自衛隊配備の拠点となる基地と配備要請を行っております。これもね非常に立派な行為だと私は思うんですね。そうですね。で現在ですね皆さんね、はい、海上自衛隊の基地は沖縄本島中部のホワイトビーチにあるんですね、はい、ところがここはね燃料補給のみの基地なんですよ。そうですね、実戦部隊ではない後方支援部隊ですからね。いや実はですね、はい、弾薬類はですね、はい、佐世保まで取りに帰らんといけないんですね、はい、佐世保の基地までね、となるとね全く戦時における有効性が失われてるわけですよ、はい、でそれに対して八重山防衛協会は手を挙げてね、どうぞ燃料補給および最終的にはですよ弾薬の補給基地も作ってはどうですかっていう陳情をしてるんですよ。素晴らしいですね。素晴らしいことだと思いますね、はい、でもうそれだけもう危機を身近に感じていらっしゃるということなんでしょうね。そうなんですよ、これはね、はい、子供の喧嘩に大人が口出すようなもんでね、結論の先に言いますとね、はい、石垣市民の不安をかきたててるのがですね、はい、大きく分けて3項目ある、3つの要素があるんですよ、はい、1つはね台湾で紛争が正規する可能性が非常に高まってきてると、はいね、もし万が一台湾で紛争が起きればですね石垣への避難民の流入が発生するんじゃないかと、うん、実際1947年の228事件の時に、はい、約3万人が粛清された事件がありましたでしょ、その時には島津隊にかなり石垣の方に避難民が殺到してきてたんですね。でその時は米軍がのプレゼンスがあったもんだから、中国国民党は追跡してこなかったんですよ、はい、であとはですねこれもショッキングの話ですよ。平成25年2013年の秋に中国軍が石垣宮古両島に上陸訓練を実施してるんですね、うん、それだけじゃないですよ、はい、令和2年2020年の6月、尖閣あざめ変更のための石垣市議会の議事進行に対してですね、なんと、はい、中国福岡総領事官中国福岡総領事館の女子職員がね
市長および議会事務局に直接電話してきてね、圧力かけた上に、はい、このあざめ変更が採決された翌日にはですね、中国外務省の報道官がね、領土権の侵害だと批判してね、対抗手段を講じると威嚇発言までしてるんですよ。一市議会の決定事項に関してまで中国外務省の報道官がコメントするぐらいですよ。そうですか。こういう行為をするようになってきてるもんですからね、離島の皆さんの心境はね、かなり厳しい状況が出てきてるんですよ。そうですね。次項目2に行きましょうね。はい。中国バイデン新政権を揺さぶる1月22日金曜日、海警法改定、先週のチャンネル桜が終わった直後にすぐ臨時ニュースが入りましたですもんね。はい、20日、全人代は改定海警法を成立、武器使用権限付与、準軍事機関へ昇格と、2月1日施行開始ということを公表してますですね。次、1月24日日曜日、わざわざ日曜日ですよ。そうですね。沖縄では米軍の訓練も土日は皆無なんですけどね。はい、中国空軍はわざわざ日曜日を選んでね、うん、戦闘機および爆撃機の連合28機を台湾防空識別圏に侵入させてるんですね。うん、もうこのトランプ政権の時に、ね、あの中国台湾に相当肩入れしたもんだからね、はい、その報復として、うん、バイデン新政権になってからね、かなりの威圧行為をし始めてるんですね。はい、25日月曜日、はい、中国船200隻が台湾の離島に集結して、海底の砂を吸い上げてしまって、うん、砂浜が消失していると、この事実が発覚しているんですよ。うん、しかもまた26日にはね、南シナ海で上陸訓練している映像が報道されたんですね。うん、もう漢民族らしい、もうあれもこれもどんどんぶつけてくるんですね。まあ、今ぶつけておいて様子を伺っているという状況なんでしょうか。そうです。はい、でアメリカ政府は中国へ自制を要求したら、中国はね、内政干渉として反発するんですね。うん、こういう状況ですよ、野原さん。本当にもうあの内政干渉と言われても、あの尖閣はあの日本の固有の領土ですしね、やっぱりここは強く日本政府が毅然とアメリカにね、あのお願いするだけじゃなく、お願いする態度を取らなければいけないのではないかと思いますけれどもね。いや、とにかく中国政府に自分の意思を伝達しないとですね、はい、中国政府の怒りに虎の尾を踏んではいけないという感じで警戒しているような官僚的な政策ではね、はい、私菅政権持たないと思いますよ。そうですね、なんか頼りないですよね、映像見ててもね、そう思いますけどね。はい、はい、で石垣市議会はね、はい、昨年の11月24日の王毅中国外務大臣の発言に対してですね、反論しなかった茂木外務大臣に対して、はい、あの批判決議をしてるんですね。はい、そういうふうにしてね、悪いけども国への不信、はい、不安を持ち始めてるんですよ、野原さん。いや、本当にそうですよね。あの、まあ、尖閣問題も もちろんですけど、先日のアメリカがウイグル問題に関してなんですが、あのウイグル問題はですね、間違いなくこのジェノサイドだと、うん、アメリカの政府が認定しているにもかかわらず、日本の外務省 の報道ではこれはもうジェノサイドに当たらないという発言をされてましたよね。なぜあの全てにおいて中国に弱腰なのかと理解ができないところですね、私は。はい、で、はい、本当にあの、まあ、とにかく石垣の方々はもう国境の本当に島ですから、もう国お願いしますよっていう状況になっていることがすごくひしひしと伝わってくるような、ね、あのそういう状況でしたね、めぐみ先生ね。そうですね、はい、あの海上自衛隊の基地誘致を陳情に行ったニュースを聞いたときはね、はい、本当に私は同情の気持ちでいっぱいになりましたですね。
ぱりそのに海を守るということはもう陸地にこの敵を入れないということですからね、海を最前線として守っていかなきゃいけないですからね。そしてね、はい、力こそ正義なんですよ、国際政治はね、はい、力こそ正義、はい、中国人民軍の将校に聞くとね、はい、日本がいくら資料を並べてね、歴史的には尖閣は自分たちこういうのもんだと言ってもね、中国の発想は全然違うんだと。そうですね、その時代の国力によってね、国は伸縮を繰り返すんだと、はい、で今日本が弱いんであれば間違いなくいただきますよと。そうですね、こういう気持ちだからね、日本人がいくら資料を並べたってね、はい、我々は力によってそれを解決してみせますってはっきり言うんですよ。そうですか、もう机の上で資料並べてもね、そこに来られたらおしまいですもんね。で今までもね、我が国政府はね、はいはい、中国に誠意を尽くせば報われるという感じでね、一生懸命 ODA までやってきたでしょ、はい、全部裏切られたことをね、分からないんですよ。本当ですよね、もうなんとっていうか、私も、はい、とにかくもう国ですよね、国に頑張っていただかなきゃいけないですよね。そうそうです。で次の項目からもね、はい、あの離島の皆様が今どういう心境にあって どういった心境になっているかということですね、はいはい、そしてあの漁業関係者たちの悲鳴をですね、はい、お伝えしたいと思ってます、はい、まあ、次項目3ですね、はい、尖閣神社を知ってますか、まずですね、皆さん尖閣神社が石垣市に建立されているのをご存知でしょうか。野村さん、その大体の位置をまず示してくださいね。この石垣市の深いというところにですね、平成30年にであの建築されたんですね、はい、で野村さん、その中で若干あの相対的な位置を説明、これで説明してくださいね、はい、石垣本島の北側にあるのが深いですね、先ほどの深いというところですけども、はい、石垣本島は、あ、失礼しました、石垣島は本島から西南に北北西ですか、失礼しました。石垣島から約149キロの地点に魚釣島があるんですね、はいはい、このちょっと皆さんすみません、ここ地図が若干ずれてるけど、この深いからですね、北北西約149キロにある魚釣島に向けてですね、この尖閣神社をちょっとこれお願いします。はい、はい、はい、尖閣神社です。尖閣神社は建立されていましてですね、はい、この正殿のさらに裏側にですね、このやまた社があるんですね、はい、これがあります、はい、ですからあの本殿とこの社を結ぶ線の向こう側には大筋場があるわけですね、はい、でこの歴史的過程を野村さん読んでみてくださいね。少しご紹介しますね。尖閣神社の再構築の碑ということで、石碑がございます、ご覧いただけますか、少し碑文をご紹介します。日本国の領土である尖閣諸島、その中の魚釣島には鰹節工場などがあり、多くの日本人が居住していた。島には恩赦があり、住民たちの心の拠り所であった。平成12年には社殿を新築し、神社神道による大祭が毎年再興されてきた。平成20年、外国人による神社打ち壊しがあり、大破したため、ここ石垣島に新地を求め再建したとあります、はい、でこちらには社務所もありましてですね、しっかりしたあの環境の中に建築されています。これもちょっと披露した方がいいですね、こちらは、尖閣神社の由来駅ということで、失礼しました、こういった形 でご祭神の説明もされた方がいい、はい、してくださいね。ご祭神は、
御祭神は、じゃあ僕が言いますね。御祭神はね、はい、伊勢神宮から誕生した天照大御神および大和たけるの御事のお二方ですね。なるほど。でここには大鳥居は平成30年の3月に建立。それで もう一回あの正面の写真を見せていただいて、はいはい、鳥居の写真ですね。鳥居の、はい、はい、どうぞ。大鳥居は平成30年の3月に建立と、灯籠は令和元年9月に建立されています、うん、非常に神々しい雰囲気を醸し出す地域にありますから、ぜひですね、はい、石垣島に行かれたらあのお立ち寄りいただきたいなと思ってます。そうですね、今の野原氏が読み上げた碑文は こちらの右側にありますので、はいはいはい、ぜひね、石垣島観光には真っ先に行っていただいて手を合わせていただければと思います、はいはいはい、じゃあ次行きますね、はい、項目4、はい、尖閣海域創業漁民支援をということで、まずこの、はい、これは日台漁業取り決め、台湾では対日漁業協議と言われているんですね。日本政府はね、台湾と中国が尖閣諸島をめぐるその係争の中に同盟を結ばないよう、同盟を結ぶのを阻止するためにですね、大幅な譲歩をして台湾の漁業域を認めてるんですね、はい、で皮肉、今石垣島では皮肉なギャグがありまして、はい、尖閣諸島の領海ギリギリまで行くんだったら日本の漁船に行くよりも台湾漁船に乗せてもらって行った方が無難だよと。あ、そういえば日本の観光客の方は台湾から尖閣にそうやって観光に行くような形ですってね、おっしゃってましたね。 そうです。それでこの領海に、はい、約22キロの地点まで来ると島がはっきり見えるから写真撮影にも非常にいい位置だと、うん、この領海からは海上保安庁が絶対入れないけども、領海ギリギリまでは、はい、台湾の漁船は非常に安定的に行けるという状況なんですね。ところが漁師の皆さんに言わすとですね、とんでもないと、我々の漁場を荒らしやがってね、根こそぎ取っていくと、しかもボリュームが大きいもんだから自分たちの漁船の7倍ぐらいの大きさの早縄漁船を持ってきて一挙に重なっていくということなんですね。マグロ早縄ハエナワ漁業っていうのが非常に彼らはボリュームが大きくてですね、で日本側が仕掛けたあのハエナワもう切断されたりしてですね、もう散々な目に遭ってるらしい、台湾からもですね。で今ですね、沖縄の日本の漁船がこの尖閣海域に行く漁船がかなり激減してるんですね、はい、その原因は、はい、まあ、中国の脅威もありますけど、もう一つはね、このコストメリットが引き合わないということがあるんですよ。でここでですね、ぜひ視聴者の皆様ご意向いただきたいと思います。ちょっと話がよそ道にそれますけどね、はい、実は沖縄県ではね、沖縄県では これがいいな、これが、はい、沖縄県っていうのは国土面積は日本全国の 0.6% にしか過ぎませんけど、この363の島嶼およびその中の26の島嶼が有人島なんですね、はい、これによって形成される排他的経済水域はね、東西1000キロ、南北約450キロっていう非常に広大な領域を誇ってるんですよ、はい、ですからこの島をどう守る、島の人口をどう維持するかっていうのが大きなテーマなんですね、はい、島の人口をね、多良間島とか、はい、特に波照間島とか、はい、実はこれを支えているのがサトウキビ製糖業なんですね、はい、で一応批判もありますよ。国際価格の3倍以上で国が高額に買い上げているから維持してるんだっていう批判もあるけどね、
島に人口を維持するためにはこれはもう必要不可欠なんですね。そうですね。でこの大東島なんか行きますとですね、大東島なんか行きますとね、はい、この製糖工場の大きな煙突にですね、こういう表現がされてるんですよ、はい、サトウキビは島を守り、島は国土を守るという表現がされてるんですね、はい、で今サトウキビはですね、この製糖農家の皆様の間ではですね、国防作物と言われてるんですよ。国防作物。国防作物ですか、はい、島を守るためには食いぶちが必要だけど、サトウキビによって自分たちはかろうじて維持していると言って国防作物と言ってるんですね。国防作物は国が国際価格の3倍以上で買い取ってくださるということで、維持しているわけですね。そうなんですよ、はい、で、はい、こういう標語があるんですね。サトウキビは島を守り、島は国土を守る、はい、これが大東島にの煙突に大きく書かれているんですね。でじゃあですね、漁師は海を守り、海は領域を守るという表現も僕は必要じゃないかと思うんですね。なるほどね、はい、で結構燃料代も今高騰しているしですね、漁師の皆さんからの意見はね、この尖閣および尖閣付近の漁場を守るためにはね、国はもっと真摯に自分たちを応援してくれないかという意見が出てるんですよ。であとはですね、はい、中国は海上民兵って言って漁船の船長あたりをですね、軍事教育をして、あの準軍事的な使用目的で訓練してるんですね。実はですね、歴史に今隠されてるけど、僕は海上自衛隊に行った時にね、はい、帝国海軍の先輩からあることを教えられました、はい、これをね、昭和17年の4月18日に、はい、ドゥーリットルっていうある指揮官がね、はい、BG-25 爆撃機16機を空母ホーネットに乗せて、はい、初めて日本本土をあの爆撃した事案がありましたですね、この時にはね、日本の監視漁船団を実は海軍が育成していてね、この哨戒網に引っかかったわけですよ。それでホーネットの艦長もね、このドゥーリットル司令官も、ね、大慌ててですね、初期作戦の5分の1ぐらいの爆撃しかできなくて、そのまま逃避して中国大陸に行ったんですね。そうだったんですか。こういった感じでね、漁船団からもたらされる情報っていうのはね、非常にビジュアルで正確で詳細なものが入手できるんですね。なるほど、現場の人間の皆さんですからね、はい、だから本当は海上自衛隊 OB とか海保の OB なんかも訓練してですね、漁船の船長さんにぐらいあたりになってもらって、なるほど、ね、でコストなんかをうんと国が補助してですね、はい、監視船団と漁業船団を同時にやるぐらいのものを組織してたらいいと思うんですね。なるほどね、なるほど、なるほどですね、めぐみ先生。あの中国なんかはね、海上民兵なんて言って本当はね、軍の組織に近いような形で送り込んでますもんね。そうです。日本にもそういうものがあったとは初めて知りました。そうです、はい、で私はね、はい、ちょっとあの、はい、もう一回沖縄の地図を見せていただけますか。はい、であの全国の皆様に理解していただきたいんですけどね、那覇空港から飛行機で石垣島に行くでしょ。約1時間飛行していきますよ、はい、私はね、非常にいい県に生まれたなと思うんですね、はい、これだけ広大な海域に26の有人島とですね、363の島嶼が展開してるわけでしょ。これに日本本土の感覚で行くとですね、東京都に那覇市を持ってくると、那覇空港を飛び立って1時間飛行して石垣島に行くとすると和歌山県まで達するんですね、はい、うん、はい、この相対的な位置が分かるでしょ、はい、そうですね、これだけ広大な海域をね、我々は神様から授かってるわけですよ。そうですね、これを守り育てるためにはね、やっぱり海洋漁業を、ね、育成していかないといけない。いや本当にあの
陸地の領土よりも海の領土、領海の方が日本は広いんですか、沖縄は広いんですからね。そうそうそう、はい、それもあるしね、はい、本当は漁船団を組織して、はい、多量の漁船団を組織してですね、はい、100隻ぐらいでね、はい、中国航線を取り囲んで身動きできないぐらいにす圧縮する方法も作戦的には考えられると思うんですよ。そうですね、やっぱりそれには先ほどのサトウキビのお話じゃないですけど、ね、あの海を守るためにそういう方法が必要なのかもしれませんね。はい、はい、ということで、はい、あの非常にショッキングな話を今日はしましたけどですね、はい、それで視聴者の方から激励文が来てますからね、はい、一件だけお伝えして終えたいと思います、はい、地元のニュースを見ていたら玉城デニー知事が軍司令部跡を反戦につなげる発信を考えるという発言がありました。沖縄の異常な平和発信にはもう本当にうんざりです。テレビを消してお二人の番組を見たら頼もしく思いました。お二人が知事と副知事だったらと妄想してしまいましたとすごくも非常に嬉しかったです。ありがたいんですけど、なんかそうですか、ありがたいですね。で我々はもっと力をつけてね、はい、地上波を追い越すぐらいの情報力と、ビジョンを持ってですね、やっていけばね、はい、日本も変えられるんじゃないかと思ってますので、まあそうですね、ぜひご支援をお願いしたいですね、はい、もう私は先週も石垣行って昨日も石垣行ってきたんですね、はい、行くとですねもういろんな情報が足で取れるんですよ、やっぱり現場に行ってみないとね、そうですね、いかに書物を読んでネットを見てもね、現場に行っていろんな方と話してると思いもよらぬ情報が入手できるんですね。そうですね、2週連続飛行機で和歌山に行った感覚ですもんね。そうなんですよ、意外と距離がありますもんね。そうなんですよ、はい、まあ、そういうふうにして果敢に頑張ってね、戦ってね、はい、中国の脅威を排除したいと思ってますので、はい、皆さん力を貸してください。はい、お願いします。お願いします、はい、日本を守るためです。よろしくお願いします、はい、本日もご視聴ありがとうございました。